J1 リーグ第17節の結果です。横浜 F ・マリノスが柏に4対3で勝利し4連勝。神戸がセレッソ大阪に敗れたため F ・マリノスが首位に立ちました。トスと札幌は1対1のドロー。日曜日、名古屋が福岡に勝利し4連勝で2位につけました。川崎は広島、鹿島は湘南をそれぞれ1対0で下しました。ガンバ大阪は FC 東京を下して3連勝京都は新潟に3対1で勝利横浜 FC と浦和はスコアレスドロー順位では1試合消化の少ない神戸と浦和が3位と4位につけています9試合無敗の鹿島は7位連勝の川崎が9位に浮上連敗を6で止めた京都は14位3連敗の柏は最下位へ交代です